やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、AB3 型の結晶構造因子と不規則合金の原子散乱因子について、解説しました。今回の動画では、これまでの結晶構造からワンランク上の、少し複雑な構造を持つ材料について、結晶構造因子を求めてみたいと思います。これまでの計算が無駄になることはないですが、一筋縄ではいかないものなので、心してかかってください。では早速、見ていきましょう。さて、複雑な構造第一弾として採用されたのは、塩化ナトリウムに代表される、NaCl 構造と呼ばれるものです。この NaCl 構造は、単位方あたりに4個の Na プラスイオンと、4個の Cl マイナスイオンを含んでいます。今までは金属原子について考えてきましたが、今回はイオンです。と言っても考え方は同じなので、焦らずやりましょう。合金の時と同じく、まずは F について考えます。口述しますが、NaCl 構造は原子、イオン、によって座標が決まっている、規則合金と同じ形なので、F はそれぞれ FNA と FCl という風に表します。そしてイオンの個数ですが、先ほど言ったようにそれぞれ4つずつですね。次にイオンの座標についてですが、それぞれのイオンが存在している座標はこちらに示す通りです。長くなりますので全ての読み上げは控えますが、座標だけ見れば、Cl- は000と免震1、そして Na+ に関しては耐震1と UVW それぞれが2分の1の座標ですね。これらを、結晶構造因子の式に代入していきます。イオンが合計8個あるので8行の式になりますが、それぞれ今まで通りくくり出しやオイラーの式による簡略化をしていくと、最終的に1行で書き表すことができました。まずはこの2項目の波括弧の中、どこかで見覚えありませんか？よくよく見てみると、ちょっと前にやった FCC の結晶構造因子と全く同じですよね。ということはこの中に関しては、FCC の時と同じく HKL が空気混合の場合は4、空気混合の場合は0ということがわかりました。じゃあ問題は1項目の波括弧の中身ですよね。この中で HKL が関わっているのは FCL にかかるマイナス1の指数部分のみ。おや？この形もどこかで見たものと似ていますね。実は純金属の BCC でやった時の式と似ています。BCC の時は F が同じだったので、括弧の中からくくり出していましたが、今回は括弧で F が異なるというだけで、HKL が絡んでいる場所、および式は同じものです。BCC の時の指数の条件を思い出してみると、H+K+L が奇数の時に0になり、偶数の時は0じゃない、ということでしたよね。ということは今のところ、樹形図的に考えると合計4本の枝が伸びていることになります。しかしながら、すべて書いていると長くなってしまいますので、BCC のものか FCC のものか、どちらかで2本の枝を潰したいところです。単純に BCC の条件を持ち、考えやすい第一項から考えようと、H+K+L が偶数か奇数かで判断するのは危険です。なぜかというとこの場合、BCC の条件そのままではないから、この BCC の条件は、H+K+L が偶数か奇数かで判断する、というところまでは問題ないのですが、その後の結果というのは、今回は F が異なるので一致しません。要するに、今回 H+K+L が奇数だったからといって、第一項は0にはならないということですね。冷静に考えれば当然なのですが、効率的に解こうとするあまり、こういった凡ミスをしてしまう人は少なくありません。しかもちゃんと単純な構造の条件を覚えている人に限って陥りやすいミスです。もったいないですので気をつけましょう。この場合は第2項に関しては純金属の FCC と条件が全く同じであるため、第2項の条件である空気混合か否か、で場合分けをしましょう。0かそうじゃないかで分けることができるために、枝を2本潰すことができます。ということは考える必要があるのは空気混合の場合、そしてさらにその条件下で H+K+L が偶数か奇数か、ということを考えて展開します。これらをすべてまとめて考えると、NaCl 構造の結晶構造因子は、こちらに示す通りとなりました。この結果がどういうことかというと、NaCl 構造は空間格子が FCC という規則的なものであるのにもかかわらず、解説を起こす、HKL が空気混合の場合でも強度の異なる2種類の反射が観測される、ということです。以前の動画で、解説の強度I は結晶構造因子の事情に比例するということを説明したことがあるかと思いますが、今回の結果でもやってみましょう。と言ってもわざわざ計算するまでもないですね。原子散乱因子は自然数であるとすると、
これの2乗とこれの2乗であれば、当然こっちの方が大きくなります。ですので、HKL が偶奇混合という条件を満たした中でも、H プラス K プラス L が偶数の時は強く反射し、逆に奇数の時は弱い反射が見られる、ということになります。これまでと似たような結晶構造、原子位置であるにもかかわらず、若干異なるだけでこんなにも複雑な式になってしまうんですね。さて、ここまで NaCl 構造の結晶構造因子について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。早く終われば複雑な構造第2弾までやりたかったのですが、案の定尺が足りませんでした。さっき、こんなにも複雑、とか言ってましたが、まだ序の口です。そんな鬼のようにめんどくさいのが今後出てくるわけではないですが、第2、3弾の構造の方が条件がより細かくなっていきます。それと補足ですが、一部の教科書ではこの NaCl 構造の式について誤りがあるようです。F の式に代入する時点で FNA と FCl を逆に書いてしまっているものがあるとのこと。テストでは間違いなくアウトでしょう。先生からしたら適度な難易度であることに加え、採点も比較的簡単なので、レポート問題やテスト問題にしやすいところです。誰にだって間違いはあります。教科書を見ながら解いていても自分でやっていて怪しいな、と思ったら、複数の教科書や信頼できるネットの情報、論文等を見て、正しい情報というものをカバーしておきましょう。教科書だから絶対だと信じ込んでしまうのは、少し危険ですよ。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。